せっかくチートをもらって、異世界に転移したんだから、好きなように生きてみたいわ。ムンムンによる小説。略称は、せっかち。2016年8月に、小説投稿サイト小説家になろうに投稿されて、いたが、同年10月に、同サイトの R-18 番姉妹サイトである、ノクターンのベルズに移動した。2017年11月から書籍版が、GC のベルズより、 観光開始。2018年3月からブッチャー U によるコミカライズ版がウェブ漫画雑誌コミックライドで連載されている。2020年11月時点でシリーズ累計発行部数は30万部を突破している。なお、前述のような経緯を経た内容ではあるものの、主人公と勝負たちの性描写は何かしらの作品のパロディを含むコミカルなバトルに置き換えるなど、 間接的な描写となっている。建築現場で自己死した佐藤太郎は神らし式存在によって行為の治療魔法とポーション作成能力を授けられ異世界に転移させられる。そこは剣と魔法が存在する上性におおらかで召喚の社会的地位が高いファンタジー世界だった。タウロはポーション作成能力のおかげで所持金に余裕もでき、 召喚がいよいを堪能しながら正義能を向上させていく。薬師としての体を作ろうべく庭に薬草を植え、水代わりにポーションを撒いたところ、庭は森のように生い茂り、S ランクポーションを与えた草は世界中に変貌した。エルフ召喚で人族として初めてエルフの天国の門を開けたタウロは芋虫に似た精霊獣芋助を与えられる。芋助は 友人の団子虫に似た精霊十段五郎を呼び寄せ、タウロはこの二匹を家族同様に扱い、庭の森の管理を任せる。ある日、騎士の体験操縦で騎士操縦への適性が判明したタウロは騎士操縦士学校へ入学する。騎士との同調能力が高く操縦能力は高いもののダメージを受けた際の痛みが人並み以上だったタウロは召喚仲間で、 王国騎士団員のコーニールの助言により、相手との距離を取った攻撃魔法を使用する戦法に切り替える。逃げ回りながら遠距離攻撃を多用するタウロの戦法は、王国騎士団から卑怯だと否定されるが、商人ギルドからは高評価を受け、専属操縦士として雇われる。作中の登場人物の多くがタウロによるあだ名で、表記され、固有名詞のつく登場人物は少ない。 ムンムン、水流、高し、マイクロマガジン社、GC ノベルズ、期間発刊ぶっちゃゆう、ムンムン、水流、高し、マイクロマガジン社、ライドコミックス、期間5巻。ありがとうございます。